駅前藤本の格論。動画をご覧の皆さんこんにちは、文章アドバイザーの藤本健一です。今日仕事術というか発想の仕方についてお話をしていきます。今日のテーマはこちらです。パン。他の人の活躍を素直にお祝いしようというテーマでございます。さあ、えー、この素直っていうところが結構大事ですよね。えー、私ですね、経営者になるにあたって、まあいろんな人の勉強、えー、いろんな人たからですね、経営者ってどういう仕事をするのが経営者なのかなっていうのをいろいろ聞いていったんですよね。 で、その中で面白かったのがですね、こういう話です。えー、経営者に必要なものは3つですと。1つが、はい、素直、そして勉強好き、最後、プラス発想。はい、この3つですよと。これ、船井総研のですね、船井会長が言ってたよって話を、ね、なんかのケースミナーで聞いたことがあるんですよね。えー、経営者に必要な3つの要素。そのうちの1つ目が素直というところなんですよね。まあ、素直って何かというと、まあ、他の人の活躍をそのまま、 認めていける。そういったところも一つ素直なんじゃないかなって思います。えー、何かというとですね、例えば経営者、あるいは何か普段仕事をしていると、まあ自分以上にすごい結果出している人っているんですよね。特にですね、自分と同じような立場の人で自分より圧倒的に結果出している人いると。で、そういうのを見て、 あなんかあの、すごいなあとか、ずるいなあとか、あるいはですね、あ,あ自分ダメだなって悲劇になったりとか、まあそういったことを思ったりすることも結構あるんですよね。また、あ、私自身も結構あったりもします。で、そういう時にですね、まあ素直にその人のお祝いができるというところがですね、一つの素質なのかなっていうふうに思うんですよね。えー、なんでこういう話をするかというとですね、結構人間って、 自分の心でですね、ダメになる人って結構多いんです。まあ、これ昔の私がそうなんですよね。大学院とか大学生の頃ってずっと鬱つ味だったんです。ま、なんでかというと、私がいた大学、はい、あの、早稲だってですね、すごい人いっぱいいるんですよね。まあ、ダメな人もめっちゃいるんですけど、すごい人も一部いるんですよね。えー、私の一つ上の代だと、えー、ま、イブセンスで会社を作った人がいます。その人が、あの、要は最年少で上場企業のや会社の経営者になったっていうところ。まあ、そういった人もいるんですけれども、まあ、そういったですね、なんかすごい人っていっぱいいる場所っているんですよね。まあ、これあの、札幌でも すすごい人い,っぱいいい人っぱますだからこそですね、そういうところをいると、やっぱり自分をどん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 卑下しちゃうんですよね。で、私も東京行った時そうです。東京行った時結構うつ味でした。まあなんでかというと、自分以上にすごい人がいるから、なんか自分ダメだ、自分ダメだ、自分ダメだ。なんで自分こんなにダメなんだろう。あるいは妬みになるんですよね。相手はなんでこんなに自分と同じような立場なのにこんなにチヤホヤされるんだろうみたいな恨みになると。でもこれ行ったところでですね、自分の力って何も変わってないんですよね。 まあ当たり前な話で、要は自分の力が3だとして他の人が5であれば、まあ5の人が評価されたり、あるいは賞賛を受けるある意味当然じゃないですか。であれば自分が3から5にすればいいのに、まあ自分でダメだなって言って3を1にしたりとか、あるいは相手は実はなんかずるいことやってるから5なんだってことで、相手をちょっと低くしようとしたりとか、まあそういうふうになっちゃうと。これって結局生産的じゃないですし、自分の力何も上がってないんですよね。 えだからですね、まあ、他の人の活躍、素直にお祝いした方が得だよっていう風なところが大事なところだと思います。で、私自身もですね、まあ、他の人の活躍、やっぱりそういう風に素直にお祝いできる自分で会いたいなっていう風に思うんですよね。で、自分が他の人をお祝いできる、他の人を応援すると、自分も誰かに応援してもらえるようになる、そういうふうなところを感じているわけですよね。えー、だからですね、大事なこと、他の人の活躍を素直にお祝いする、この素直っていうところが大事なわけですよね。 私自身もですね、まあこうやっていろんなところでですね、お話もさせていただけるようになりました。まあ今週もですね、札幌の高校でですね、プレゼンテーションについてお話をさせていただいたり、また翌日はですね、 ま、職員研修に呼んでいただいて、ちょっと出張行ったりとかもするんですけれども、まあ、そういった活躍ですね、やっぱり自分自身も、ま、嬉しいですし、それを他の人もお祝いしてもらえてやっぱ嬉しいなっていうふうに思うんですよね。で、その時にですね、まあ、何くそみたいな話が言われると、やっぱなんか辛いなって思うんですよねで。で、自分自身もですね、どんどん他の人の活躍、素直にお祝いする、そういったところを持っていきたいと思います。で、ただ私ですね、こういうふうに言うのはなんでかというと、自分はあんま素直じゃないなって思うんですよね。だからこそこの素直な気持ちというのを大事にしたいなっていうふうに思っております。 はい。えっ、ー、と、素直さを大事にした人っていますよね。えー、有名なとこだと松下幸之助さん。まあ、この人もですね、素直という心を大事にしていたというふうに言われています。まあ、なんでかというとですね、まあ、結構チヤホヤされるようになると、やっぱりなんかあの、自分のありのままというか、まあ、素直に人の話聞けなくなってくるところってあるんですよね。まあ、だからこそですね、えー、素直さって大事だなっていうふうに私も思っています。えー、だからですね、他の人からおめでとうって言われたら、 いや、あの、謙遜するんじゃなくて、あ、本当ありがとうございますと、おかげさまでこういうことできましたっていうふうに感謝する思いってやっぱ大事だなっていうふうに思っているわけですよね。えー、私自身あんまりこういう、まあ、心とか気持ちとかそういうところってですね、あんまり人前で言うのはちょっとなんか違うなっていうふうに思っていた人物ではあります。なんでかというと、非科学的な感じがあるからですよね。えー、でもですね、あの自分も塾,塾を経営するようになったり、あの人前で話させていただくようになったらですね、やっぱこの気持ちの部分って大事だなってようやく気づいてきたんですよね。 なんでかというと、まあ、気持ちがいいを定められるかどうかで、ね、まあ、結果って大きく変わってくるわけじゃないですか。またこの気持ちをちゃんと整えられるかどうかで、まあ、他の人にもですね感動が伝わったり、他の人のためになることをしたいなっていうふうに思えたりするわけですよね。まあ、そのきっかけが、ですね要はあの他の人の活躍をお祝いできるかどうか、素直にお祝いできるかっていう素直さってやっぱり大事だというふうに思うわけですね。 で、えー、まあ今回こういう話なんですけれどもやっぱり経営者って心を鍛えるってすごく大事だと私も思っていますなん、えー、でかというとですね、その思いって自分のサービス、えー、自分の仕事そういったところで何らかの形で伝わっていくわけですよね。 え私も結構昔はこういうですね、えー、気持ちの話とか、えー、気持ちが大事だ、心が大事だみたいな話って結構うさんくさいなとか嫌だなって思ってたんですけども、ようやく今この年になってわかるようになってきたって感じですよね。な、え、ん、ー、でかというと心が整ってないと、やっぱ適当にやってうまくいくかとそんなことはないわけですよね。だからこそですね、えー、テクニックだけじゃなくて心を鍛える。それが、 え、経営者にとっても大事ですし、仕事をしていく上でも大事だなっていうふうに思っているところでございます。まあ、こういった形でですね、情報発信毎日やっておりますので、もっと見たいよという方は、いいねボタンやチャンネル登録ボタン、また、プロフィール欄から、メルマガ登録もできますので、お気軽にどうぞ。今回も最後までご覧いただきまして、大変ありがとうございました。また見てください。それでは。